チャンネルアジ藤井竜太の台湾を語る、えー、本日は、えー、少し寄せられました視聴者からのご質問に対してお答えしたいと思います、えー、最近のコロナ状況、まあ、2020年は台湾非常に抑え込んだんですけども、まあ、最近あのニュースでも台湾感染爆発ということでいろんな状況ですけども最近の 台湾のコロナ感染の状況はどうなんですかというご質問がありましたまずこれについてご報告させていただきます、まあ、前回のチャンネルアジアでもちょっとご紹介しましたけれども4月の末にですねパイロット貨物船パイロットの まあ、水際の漏れから、えー、感染爆発国内での感染爆発が始まりまして、えー、5月の中旬には535例、えー、最高で、えー、国内感染が広がりましたもうその当時は、えー、感染経路不明案件も非常に増えて 台湾では早々に第2級から第3級警戒態勢、まあ、日本でいう緊急事態宣言相当と言われてますけどもそういった第3級の宣言を上げて対応してましたしかもですね、まあ、変異株といいますかあのもうあったんですけどもきっちり水際対策は抑えてました そしてです、ね、先月末に3級から2級に収まりました一番最近の情報ですと昨日で3件おととい4件おとといその前4件その前6件ということでもうこの今週、先週にかけては一桁まで国内感染を抑え込んでいます。 台湾のコロナ対策、緊急事態宣言第3級とかですね、中央感染症指揮センターでやっている目標というのは、国内感染ゼロを目標にしてるって動いてると言っていいと思います、そして台湾では第3級から第2級に落ち着いたということで報告はされてますけれども、8月の末まで第2級で進める。 第2級に進めるといっても今もう1桁ですからまもなくですね、国内感染ゼロを再達成するのではないでしょうかもともと台湾のコロナ対策、えー、水際対策がしっかりしていたので国内感染の流入が一切なかったということで、えー、もう去年の後半からはですね、比較対象外になっちゃってたんですねよ,よすぎて。 だからあのそういう意味では、まあ、あの今回です、ねえーまあ、台湾の方はあの非常に、えー、被害を被ったと思いますけども、えー、台湾がどのように国内感染の拡大を抑えたのかということを学ぶ意味では非常に勉強になったのではないでしょうか、えー、また、すね面白いのが、えー、例えば昨日の3件 4件、4件、6件、えー、その前の十,十数件なんですけどもこれほとんど、えー、これ全てがですね、えー、隔離中からの、えー、検出なんですねですから、えー、昨日発生した3件から、えー、国内感染再感染は起こらないという状況を全て作っていますですから、えー、病院内、えー、隔離施設内で えー、陽性判定が出たというような状況を作っておりますので、まあ、いわゆる濃厚接触者もしくはあ、まあ、疑義がある人は全て、えー、隔離状態にして抑えている、まあ、こういった対策ができるのも、えー、感染法防止法という法律を、えー、何年も前から立法で作り上げていたということだと思います。えー、日本のの方ですねよく言われるのが えー、日本は法治国家なのでそういった罰金制度とかそういった強権は発動しないんだと日本は、えー、法律にのっとっているんだということを言う方がいらっしゃいますけれどもまあ私から言わせれば、えーまあ、近年ですねずっとアジアではあの感染症 s a r s m a r s アジア鳥インフルエンザなどもずっと感染症が 怒っていたわけですから、やはりそのための対応を日本がしっかりして、そのための法律を、立法整備をしておくべきだったんではないでしょうか、それをですね、法律がないからと、こう、なんでしょう、逆に、あのー、 まあね、そういう形で説明されるのでは意味がないのでやはり今回、えー、こういったものが整備できていなかったということを素直に反省し、えー、すべきじゃないかなというふうに思っております、えー、あとですねもう一点、えー、今回台湾は実は PCR 検査すごく増やしてますええーもともと 国内感染ゼロだったんで PCR 検査の量が絶対量が絶対必要なかったんですねでも今回この爆発で実は5月中に日本の検査量を超えてるんですよはいこのぐらい台湾はしっかり PCR 検査をして、えー、いわゆるまあある意味で言うと過剰なほど PCR 検査をしながら対応していたとえー、日本はですね実はあの えーね、この間1万件超えたりあの東京で5000件超えたりしてますけども、えー、その間で日本の検査量ってずっと変わってないんですよねあのやっぱり感染者が増えたらやはり同じような割合で検査量を増やさないとおかしいのに日本ではその PCR 検査を増やしていないということがあるのでやはりちょっとそこら辺もですねあのちょっと台湾の台湾のまあ 対策を見て、まあ、ちょっと比較をすると。どうなのかなということが目に見えてきております。まあ、またですね。あの。台湾で国内感染ゼロが達成したときには、また詳しいご報告をしたいと思います。質問ありがとうございました。え、二番目なんですけれども。えー。台湾有事。え、中国共産党が台湾を取りに来るのか、来ないのか。 実際のところどうなんですかというところ藤井、まあ、さんの意見を聞かせてくださいということなんですがあのこれはですねチャンネルライチーでもおなじみのエルドリッチさんが非常に詳しく専門家なのでその方のお話が一番参考になると思いますけども私もあのエルドリッチさんのご意見と一緒でまあ、まあまあ、基本的には中国が台湾を取りに来るというのは 中国共産党が外せないもういわゆる課題といいますか目標といいますかもうこれ達成しないと、まあ、いわゆる逆に、えーまあ、中国共産党幹部の責任が問われるぐらいなでしかもですね、えー、今年、ですね中国共産党決闘100年ら、えーまあ、には中,国中華人民共和国2049 年、ね、には、まあ、中国共産党中国,中国中華人民共和国100周年までには絶対に抑えておかなければいけない課題なので、まあ、そういう意味ではあの習近平時代にそれを達成しておくと金字塔を作っておくっていうのが。 あの彼らの目標なんですねでこれはあのいろんな方が最近あの言うようになったんですけども私昔から言ってたんですが中国には100年告知という考え方があります、まあ100年えー、中国の100年の国の恥ということですねこれはあのー、アヘン戦争から始まって、えーまあえー、日中戦争日本の中国侵略というようなことまで含めて 100年いわゆる西洋列強帝国列強から非常にいじめられた歴史を払拭するんだということで中国は今そういう形で動いてるんですねその中でまず第1番は香港の奪還なんですね香港マカオの奪還これは達成されました約束守約束を破ってまで完全制圧してしまうぐらいやはり香港の 制圧っていうのは中国にとって非常に大事なテーマだったんですねじゃあ香港がもういわゆる中国の制圧下に収まったということそしてまあねあの本当にあの残念ですけどもウイグルチベットはその前からあの侵略されてましたけども、まあ、ウイグルチベットモンゴルそして香港でその次は 中華人民共和国が統治したこともない台湾を日本に取られたということでだから日本が取ってた国は場所はもう中国がものともと中国のものだったんだっていう思想ですよね、えー、ですからそういう意味では台湾を取りに来るというのは絶対条件、えー、ですので、まあ、2023年から26年エルドリスさんの予想はまあ 普通何もしてなければ起こるだろうと。まあ、ただですね、私はあのー、少しだけ違うのは、えー、今すでにですね、アメリカが対中国強硬路線に入っていると思います。私の感覚では。えー、台湾には、えー、アメリカの重要なレーダー基地もありますし、えー、台中には F16 戦闘機の整備基地まであります。ということは台湾が取られると アメリカの軍事戦略的にも非常に大きな痛手になるというような状況をしっかり台湾政府は作り上げているとですから当然中国の中国、まあ中国の台湾侵攻台湾有事についていろいろ言いますがそれに対してはアメリカも積極的関与をするだろうとただ問題はその中で日本が どのよううなな関わり方をするかということいいこでではないでし例えー、ね、日本と台湾の関係は今回のコロナ禍においても確認ができました、えー、2020年昨年の4月には台湾から200万枚の、えー、マスクが届き今年は、えー、約500万株ぐらいのおアストラゼネカ製の、えー、コロナワクチンを まあ日本から台湾に送るというようなことはありましたので、えー、双方の友好関係は着実にコロナ禍でもまあ固まってきてるというふうに言われてますけれども、まあ、この中国が中国との関係が入った時にどのようになってしまうのかっていうのがまあこれから見なければいけないし日本がそこでしっかりとした まあ、イニシアチブリーダーシップを、まあ、取るのか。